飯食べてジム行きます、いってらっしゃい。かわくさんキュンキュンありがとうございます。じゃがりこスープあるさん、そうだね、とりあえずメイクします。今日は45分までに終わらなきゃいけないので、よいしょ、とりあえずメイクを進めていきます。雨すごい嫌だ、嫌です。ヒッキーさんキュンキュンありがとうございます。 Welcome to the Japaripa Japaripa ってさっきからずっと頭の中流れてる。ヒッキーさんキュンキュン、ヒデちゃんキュンキュンありがとうございます。じゃあメイクをしていこうと思います。もう何化粧水とかは終わったので、もう早速始めたいと思います。よし、チルスチアート、あとちょっとのチルスチアート。チル、最近ショコちゃんハマり中、嬉しい、ありがとうございます。お肌、お肌、チュルチュルチュル、ほらツヤツヤになります。こっちだけツヤツヤ、ツヤツヤ。秋丸さんキュンキュンありがとうございます。みちおさんキュンキュンありがとうございます。なんかさ、化粧水やりたてだからさ、なんかすごい保湿ツヤツヤ。デルハイさんキュンキュンキュン、ヒデちゃんキュンキュンありがとうございます。ペペロンリーさんキュンキュン、ユージコウジさんタコありがとうございます。 YouTube 見たよってありがとうございます。ぜひコメントとかグッドボタンとかして、また見てもらえたら嬉しいです。あご、あご、ヘブンさんキュンキュンキュンありがとうございます。あご、初訪問の方がいっぱいだ、ありがとうございます。ドパンさんタコありがとうございます。目がなんか入ってると思ったけど入ってなかった。なんだろう、入ってると思うんだけどな。したらヒッキーさん星、ウルトラさんキュンキュンありがとうございます。こうやってポンポンポンってしていきます。ドバンさんキュンキュンありがとうございます。ポンポンポン、
よし。したら、ファンデーション。ファンデーションを、ケイト。あ、塩レモン買ってきたよ。意外と売ってるんですかね。ポンポンポン。なんか探したところはなくて、あ、ここはまだ探してないやと思って、探そうって思って忘れる、いつも。ヒロさんタコありがとうございます。トトー鎌倉 YouTube 見たよ、ありがとうございます。いっぱい見てください。ポン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 。宇宙と交信。ハセちゃんだるまありがとうございます。おでこ、さっき起きた、おはようございます。おはようございます。うん、こんな感じ。したら、あ、したらばまたクッションで。先生じいちゃんだるまありがとうございます。ポン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 とやっていきます。おでこいい形っていろんな人に言ってもらえる、ありがとう。何時間ぐらい、何時間寝たかな。でも昨日何時に寝たっけ、なんか全然寝れなかったんだよな、眠りが、眠りにつけなかった。エマちゃんキュンキュンありがとうございます。かゆっ4時はないですけど、さすがに寝なきゃってなって、オッケー、ファンデ。したら、そうしましたら、リップを塗ろうかな、先に。そうだ、なんか多分 TikTok 見ながら寝落ちしちゃって、寝落ちっていうか、うん、ね、もう寝る準備はしてるんだけど、布団の中で携帯いじってたんですけど、TikTok 見ながら寝落ちしちゃって、ちょうどなんかニュースみたいなやつだったのかな、で止まってて、止まったっていうか、それが永遠にループされてたのかな。うん、でなんか割となんか事件系のニュースで
なんか夢に出てきたんだよ、なんかめっちゃ怖い夢だったんだけど忘れちゃった。で、はぁって起きて携帯見たら TikTok がそのなんか割と事件系のニュースが流れてて切って寝た。なんだっけな、でも何の夢を見たか忘れたけど、なんか割と怖かった。なんか襲われるとかみたいな夢だったと思う。ザセム、ザセムのコンシーラー忘れていいんです。でもさ別にさその TikTok の影響を受けちゃってるだけだからさ、別に夢占いとかじゃない気がする。ヘイブンさん星ありがとうございます。お腹鳴ってる。今日何曜日？今日日曜日？なんかさゴールデンウィークだからさ、前回のお話し会もいつもだったら土日なのに金曜日曜になってるからなんか狂ってる。ねゴールデンウィークで終わりですよ。感じ。こんな感じで、でファンデーションを。ちゃんキュンキュン、マサキングさんキュンキュン、ありがとうございます。ヘイブンさんタコありがとうございます。なんか休日って誰が決めたんですか。祝日か、祝日にしましょうって誰が決めたんですか。偉い人、まあ偉い人でしょうね。そんな私みたいな人が決めれるわけではないのは分かって重々承知しておりますが、誰が決めたんだろう。なんかどうやってここは何連休にしようとかさ決めてんだろうね。そしたらさ、あの祝日ない日もさ祝日作ってほしくないですか。そんな決めれるんだったらなんかね、ちょっと5月の1日ぐらいさ分けてあげてもよくない？別にいいけど。6月の祝日はなんだろうね。梅雨の日？一番あの雨降りがちな日。なっちゃん、すずらん、アイアイさん、誰もありがとうございます。海の日、山の日、梅雨の日。
川の日とかあってもいいんじゃない？したらリベルテさん、キュンキュン、ありがとうございます。次の祝日7月までない、やば。6月頑張れ。一日だけでもさ、梅雨ありがとうって感謝する日でもいいと思うよね。みんな雨嫌いだけど、一日ぐらいはさ、梅雨ありがとうって感謝する日。農家の方とかも本当にありがとうって感じで。オレンジジュースさん、キュッキュッ、ありがとうございます。眉毛眉毛の形褒めてもらえた、メイクさんに。やったね、やったやった。タカヒロニーさん、キュンキュン、ありがとうございます。もう最近自分で眉毛作っちゃってるから嬉しいです。褒めてもらえて。そんな時に限って雨降らない、それは最高だね。それは最高じゃないですか、休みの日に雨降らないって。ウルファイさん、キュンキュン。今もあさん、キュンキュン、ありがとうございます。でもどうせ作るならなんか大難金曜日か大難月曜日が良くないですか、動くより。だって動いて土曜日になったらもうこういう感じ。そう、3連休にできる。意外と火曜日とかも良くないですか、水曜でもいいか。22で、いや火曜はなんか、いやまあ明日仕事だけどまあその次休みだから頑張るかみたいな気持ちになるんじゃないですか。水曜がいいか、22で2日頑張れば休める。でまた2日頑張れば休めるってなれる。ロガロさん、ありがとう、キューピッドかまちゃん、I love you、ありがとうございます。でもあんまりさ、大難水曜日で休みですっていうさ、なんか休みの日なくないですか。金曜日とかはあるけど、月曜日もだいたい何月何日はみたいな感じじゃない。まずアキララさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。今月まだ2日しか働いてない、1日2日。なっちゃん、バラ、ありがとうございます。それで1週間持ちましたからね。みゆさん、キュンキュン、アキララさん、かわいい、ありがとうございます。アイシャドウ、アイシャドウの何色がいいかな、ピンク系にするか。お腹すいたな。今年度まだ3回しか学校行って、それはなぜ。それはなぜ。今年度って4月からですよね。それはなぜ案件ですよ。4年生授業ない、あーね、4年生は授業ないの。じゃあ友達といっぱい遊べるね。そんなにさ、 1,2,3 年頑張ってたら4年生そんな暇があるの、最高じゃん。マジか、週1でいいの、週に1個しか授業ないわ、やばい、最高だね、最高。
最高すぎる。あ、ロゼのワンピ可愛かった。可愛いよね。そうなんだ。でもよく言いますよね、 1,2 年は頑張っとけばいいみたいな。 1,2 年頑張れば 3,4 年は割と楽になるみたいな。そうなんだね。いいね。そりゃいいわ。大学生になってみたさもある。ちょっと大学4年生アイメイク。今から受験、いや今から受験するぐらいだったらさ、1年生からやりたいよね。イコラブにいるうちに大学に入れるのであれば、あの入れるのであればっていうか、その何スケジュール的にも脳みそ的にも入れるのであれば、その高3の段階で受験はしておきたいよね。ショコは真面目に授業を受けそう。うん、受けると思う。さすがに。文系と理系で、文系は理系より暇。そうなんだ。理系の高校だったけど、全然文系行く人もいたから、大学でどう言ってたのかなってなりますね。うん、てか私はなんか身近でサナツンを見ていて、サナツンって多分3年生からイコラブに入ったんですよ。大学3年生から。それでめちゃくちゃ大変そうだったから、いや1年からなんて無理だろうってなって、あの諦めた。うん、っていう。身近で見てたらね、そうなると思う多分。うん、高校の段階で夢があったわけではないが、ね、てか私ってずっとなんか夢ないよね。なんか夢っていうか、そのアイドルでいる中での夢はいっぱいあるけど、その将来何になりたいみたいなさ、そうね、夢ないよね。あの昔からアイドルもさ、別にアイドルになりたいって感じてはなかったから、なんかね、どんなだろう将来の夢欲しいよね。何になりたいわみたいな。お腹空いたわ。うん、あ、いいお嫁さんに。あ、じゃあそれで。適当すぎるだろ夢。マラソン選手はそんなんはもうね、そのそう簡単にというか、なれるものではない。本当にもうショールームなんてせずに走んなきゃ。あ、おはようございます。おはよ。でもさ、少なくともさ、なんか大学で就職するときにさ、何になりたいなっていうのはさ、多分みんな持ってるわけじゃないですか。てか私の周りがすごくみんな夢を持っていて、
いいなって思うんですよね。なんか、まあ、大学生そういう大学に入ったりとかしてるからそうなんだろうけど、何かけてロケット弾みたいなこと言う。なんかその大学の段階でてか、なんなら中学の段階でなんとかになりたいっていうのがあって、高校大学行ってそう保育士になってる子がいたり、今日何保健室の先生になるために頑張ってたり、看護師になりたい子がいたり、みんな目標があって素敵素敵、それのためにこうちゃんとさ動いてて素敵だよねって本当に思う。サンキングさん、キュンキュンありがとうございます。でもさ、やってて楽しいことがいいですよね、何事も。とりあえず東京行きたいという意思だけで生きてきました。でもそれでさ東京に行けるってことはさ夢叶っちゃってるじゃん、最高じゃん。私今何メイクやってないかな、もう全然メイク進んでないんだけど、どうしよう眉毛描こうとりあえず。普通に喋って全然メイク進んでない無心すぎる。なんかさ、何かがやりたいっていうのがあるといいよね。よいしょお金持ちになりたい、なるほど。そういう人もいっぱいいると思う。お金持ちはいいよね、自分がさ使いたいことに使えるお金が余裕であるっていいよね。ゲーマユゲーマユ、ね、のえみちゃんはね大学頑張っててすごい、すごいよ。でもさ高校の段階でさあれだよね、もう私は諦めてしまった。てか高校を変えた段階で諦めてしまったよね。私はね大学に進学ってしようっていう気持ちでその高校を選んでるから、高校を選んだからもう辞めた段階でもう高校、あ大学はまあ大学はねおばあちゃんになってもいけるからっていう気持ちで辞めたからね、もうその段階でもう諦めてたよね。ここはさすがにね無理だったな、周りがレベル高い。なんかそもそも入った段階で多分自称自分はもう下からの順位だったんですよ、手を伸ばして入った高校だったから。そんな中をこうなんか多分無理だったと思う、普通にやめてよかったって思えるぐらいって感じって感じです、うん、でもすごいよね本当に、東大生がいるんだから、同級生に東大生がいるんですよ。東大生も知らないでしょう、すごいよみんな。だからそんな中で無理だったと思うって思う、
いや頑張ったらいけたかもよ、いけたかもだけど全部が中途半端になってたと思うな、うん、自分の性格的に。グーグー歌当て出てこないって感じ。すごいよ、みんな頑張ってて偉いよ。てか私たちの学年がなんかすごいらしい、本当にすごいよ、可愛いし女の子チョコが東大行ったらすごい、すごいじゃない、面白い、面白いって言った。いけないのか。すごいよね、みんな頑張ってるよ。だからさ、そんな中でさ、メンタルもやられちゃいそうじゃん。あの子が頑張ってるのに自分は全然勉強できてなくてテストも何点でってなってそう。眉毛完成。東大生、東京理科大、あのなんだっけ、哲学者じゃない、科学者になりたいって言って東京理科大、ね、科学者になりたい子がいた。すごいよ、偉いよ。あ、大丈夫か。だからさ、すごいよ、みんな目標があってさ、大学に行って大学にこう突き進んでいってる感じ。確かに自分が東大生でイコラベ東大生も知らないでしょ、おもろいね長谷田祖さんキュンキュン、ありがとうございます。みんな偉いよね。だってさ、私の友達なんてさ、もう本当に偉いよ。だってさ、一人で知らない町に行ってさ、大学行ってさ、一人暮らししてさ、偉いよね本当に。北海道行ったり山梨に行ったり。でも結局ね、なんか私たちの代は全然行けてない代全然学校に行けてなくてオンラインの代だったからすぐ帰ってきてた。ギワさん、だるま、ありがとうございます。はるかねこさん、初見こんばんは、ありがとうございます。ギワさん、だるま、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 ありがとうございます。いや偉いよね本当に、偉いと思うよ。だってはい、じゃあ今から北海道に行って一人暮らししてくださいって言われたらもうってなる、知らん街すぎて怖すぎる。寒いし、まあまあ確かに寒いしね冬は。あとアイラインだけ、アイラインマスカラ、アイラインマスカラ、なんかもうバラバラになってきちゃったな。いつ行ったっけ松葉、忘れたけど、ギャンギャンに上がってはいるが、いるが、いるが、今日の天気雨ですね、はい、多分多分こうやって見たけど全然見えてないの見ようと努力はした。東京横浜の方が治安あれだそう。あ、まあでもさ、横浜人間だとさ、そもそもなんかそのもうそれが普通みたいなとこあるないわかんないけど、いや方向音痴が一番怖いよね。アイライン、アイライン、アイライン。
全然はっきりしますね。目はここですよって感じ。一郎さん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。目そこだったの。そう、目はここですって感じ。ショコリさんのリサは方向音痴ではない。方向音痴って言うけど、多分私よりかは私よりかはって感じかな。うん、なんか今日目むくんでる？昨日夜食べたからなんか目むくんでる？あ、アイシャドウ足りないんだなんか顔違うと思った。なんか目違うなって思ったアイシャドウ足りてないじゃん。アイシャドウのあのブラウン入れてなかった、だからだ。なんか違うなーって思って、なんかってなってた、ずっと今。お腹空いた。よかった、アイシャドウやる前で。間違えた、マスカラやる前で。これだ。ここを入れてなかった。これがだいぶ大事になってくるからね。顔が違うってなる。はっきりした、はっきりした。お、全然違くないですか？え、わかりますか？この違い。ここのブラウンを入れたことによって、もう目がキュッってなる。喋りすぎた弊害って言わないでください。ちゃんと気づいたから。よきよき、よかった気づいて。ヘイブンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。よかったよ、ほんとよかったよ。はい、マスカララストかな。忘れてなければラスト。お腹すきすぎて。ちょっと減ったかな、まつげ。バラバラ。バラバラして、うん、ほら落ちてるのがわかる。ここね、落ちてる。落ちてる、わかるのかな。下にこうなってる。まあまあ完成、完成。多分完成です。お腹が空いて力が出ません。髪は今日雨だからとりあえず巻かないでおく。よいしょ。タラタラしてんじゃねえよ、食べるか。
え、よっちゃんっていう会社なの？よっちゃん食品、食品工業株式会社。チャカルンさん初見ありがとうございます。タシミさんありがとうございます。なんか空いた。やめられない、止まらない。あ、じゃがりこ食べるか。ラストにし。何食べよう。ありがとう、ありがとうを食べようと思います。あ、でもこれ賞味期限、これ賞味期限7月だ。6月のやつから食べよう。こんにちは、こんにちはにします。こんにちは。あ、こんにちは。じゃがりこ、じゃがバターオープン。いただきます。最高に美味しい。ネルハイさんキュンキュンありがとうございます。おもろちょさんタコありがとうございます。たしみさんキュンキュンありがとうございます。うん、ふん、じゃがバター美味しい。え、じゃがバター美味しいよ。あたしやさんまさん初見こんにちは、ありがとうございます。明太バターも買って、明太バターはさ、かわいいさ名前だから悩んじゃう。たらこバターか。え、めっちゃ美味しい。じゃがバター
いや、初めてではないんだろうけど、基本さ、サラダかチーズがを食べることが多いよね。で、チーズをこの前食べて美味しいってなったんだよ。サラダよりチーズの方が美味しいかもと思ったけど、じゃがバター美味しい。4歳頃からだって。じゃがりこってさ、あのこのバーコードがさ、おもろいよね。リズさん、初見、たくさんの人が見ています、私のじゃがりこを食べる姿佐藤二郎さん、初見、星集めに来ました、どうぞリズさん、だるま、ありがとうございます。困ったなぁ、美味しくてやめられないんじゃが、だって上がりこに合うドリンク、炭酸がいいな。あ、レモンスカッシュいいね。CC レモン。美味しすぎ。あ、クリーンレモンもいいね。あ、ジンジャーエールもいいね。あ、オランジーナいいな。やばい、何回食べてもお腹すくし、一生食べちゃう。なんか意外といっぱい入ってるよね。
まだいっぱいある。じゃがりこ縦方向半分だけ食べたりしないですね。はい。一本ください、どうぞ。おいしい。ありがとうございます。じゃがりこウーバーするか。え、コンビニのウーバーだったらワンチャンあるんじゃないですか。北海道製造バターだって。カリッサクサク。食べだしたらキリンがない。この前買ったじゃがりこ食べた。町岡さん、キュンキュン、ありがとうございます。ウーバー見たらじゃがりこありました。おお、買うしか。何味好きだろう。私今んとこ、でもこの前チーズ食べた時も一番って思ったけど、じゃがバター今一番。やばい、なくなっちゃう。177キロカロリー。水分ないからラストにしよう。また後でー。また後で食べます。なくなってんの。いや、ショールーム配信してなかったら今すぐ飲み物を取りに行って一箱食べてたんだけど、ちょっと飲み物なくて口の中がもう水分ない。から後でショールームが終わったら美味しくいただきます。口の中サハラです。じゃあ、じゃあ、リ
確かにスープ春雨とセット、確かに。そんななんかループにしていくほど、そんなじゃがりこ食べたい人間じゃないから今。必死に。ハラディさんキュンキュン、ありがとうございます。あとで、あとだって45分で今日終わるんですから、43分にランキング読むんですよ。もうあと10分もないですからね。そりゃ10分ぐらい我慢しますよ。じゃがじゃがりこ、じゃがりこ、やばい、でもずっとお腹空いてるからなんか食べるけど、食べるが、髪型決めてないです。何しようかな、髪型。どんな服だろうか。一個はこの前の、この前悩んだやつを着ようと思います。かわいいけ、うんうんうん、あのブリブリって感じではないかな。一個はかっこいい系ではないか。一個は割とスタイリッシュというか、うーん、大人っぽい感じかも。うん、スープ春雨売ってないんだ。売ってないとこも意外とあるんだね。どこでも売ってると思ってた。そんな多分皆さんが求めてる春コーデっていう感じじゃないと思う。もう一個は半袖だし、うん、寒いですか今日。なんかさ難しいですよね。だってその日の気温なんてさ前もって分かんないじゃないですか。でも前もって服装決めるじゃないですか。ねえ、天気、気温は、まあでも24度。私が前に見てたやつより遅れてるね、暑くなるのが。雨、雨、リコ、リコ、雨、リコ。ひでちゃんキュンキュンありがとうございます。何アメリコって。明日寒いの。今日が24度、明日が、あ、最低気温が低いね、14度。でも明後日とか最高が21度で最低12度ですよ。ここ最近の中では低いんじゃない。寒いの嫌だね。どちらかといえば暑い方が好きだからね。ね、体調崩さないように本当に。それ冷房使ってた、やばい。まだ使ってない。なんならもういつもの癖でなんか膝掛けなんかかけちゃったりして、長袖長ズボンのくせに。こたつ出てるはやばい、寝ちゃうじゃん。
絶対に寝てしまう。なんか夏生まれの人は寒い方が苦手で、冬生まれの人は暑い方が苦手って言いますよね。私は合ってます。瞳も合ってるんじゃないですか。なってるぜ。らしい。いや、そんな人によるだろうが。シェイクさんキュンキュン、ありがとうございます。体調崩してる人多め？多めなんですか？もう時期なのか、冷房をつける時期は。生まれたとこによっても違うと思う。まあ確かに。まあ確かに。そんなんね、生まれたとこによるよね。気温が違うんだから。話し会で直しに来てください。試運転した方がいいの？そうなんだ。40分、42分だ。もうランキング読もうかな。ランキングでも読みますか。また夜やるので。あ、でも夜今日ちょっと遅くなるかも。わかんない。できはすると思う。とか言ってできなかったらごめんなさい。多分できると思ってるけど。え、なんか番組とかあったっけ？ない？ない、ない感じ？よし、ランキング読みます。ランキングタイム。13位、コロジーさん。12位、ユーシバさん。11位、キャンさん。10位、ハラディさん。9位、ルルルタンナさん。8位、タカヒロンリーさん。7位、ドパンさん。6位、タシミさん。5位、ヘイブンさん。4位、人生じいちゃん。3位、アキララさん。2位、ロガロさん。1位、オモロッチョさんです。ありがとうございます。2列目、マメスケさん、フナエモンさん、リースさん、アンドロメダ焼きさん、ナナイロさん、ユーティーさん、ココさん、大陸さん、トキワさん、デルファイさん、ハセタソさん、サルダンゴさん、マチオカさん、アオちゃん、イオリさん、ヒッキーさん、ウミーさん、シンヤさん、ムッチャン、エブフリアさん、メリダさん、ヤマニャンさんです。ありがとうございます。5000も来てくれてるの、ありがとうございます。5307人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんのおしなげ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。今日の夜はやるかやらないか分かりませんが、もしやったら、遊びに来てください。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝。この後お話し会でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイキーン。皆さんゴールデンウィーク最後のお休み、ゆっくり休んでくださいね。バイバイ、また後で。